にちは。こんにちは。さあ今日もゲストで。そうです、今日はですね、真中満さんにお越しいただきました。はい、よろしくお願いします。もう結構登場してくれてるからね。そうですよね、うん、はい、なでももう隠し撮りも含めてね。いやだからね、もうね聞くことないんだよ。そんなことないですよね。じゃあなんで呼んだんですか。いやいやいや、食事したいなと思ってね。だからプライベートでもお二人よく会ったりとか、長いしてるから、うん、最近いろいろ誘ってもらってゴルフやったりちょっとワンカメたり。そうですよね、はい、で現役は1年だけかぶってる、かぶってるけども、でもほら球団も全く違うから接点は全くなし、年数だけだよね。1年だけかぶったって一緒に接点はない。あ、じゃあもう解説とかされてから真中さん、うん、そうですね。どこで仲良くなったんですか、最初の出会いって。あ、監督時代。あ、そうなんですか。いやだからもう毎年恒例のように春の、うん、キャンプで取材来てそうで来ましたね。でインタビューを撮ってた、はい、あ、でまた来ましたかみたいな。また来ました。あとほらあのシーズン中もいつもゲージの後ろとこ結構出没するから出没するそれちょっとお話したりして目立ちます、ね、目立ちますから、ね、どこが目立ってもうここら辺がここら辺が、いやそれ株取りもらってたそうか。まあさて、はい、さてだって初年度に初年度、まあ、監督受けた時にね、はいはい、優勝したじゃん、はい、で今年3人変わったんだよね。ああ監督がね、まあヤクルトも当然変わって、はいはい、来年からね、今年で広島、はい、で楽天、うん、その中の、 あの高津とあの三木、うん、よく知ってるじゃん。知ってますね。どういう野球になるのかなっていうのが知りたくて。それはちょっと喋れないかな。おい何喋れないかな。そこ聞きたいですか。いやそこ聞きたいよな。なんで分かんないですか、細かい野球までは。ただやっぱりこうあの監督として、はいはいはい、あのまあ人間的な性格で、はいはいはい、高津はだからまあどういう采配をしていくのかなっていうのは、はいはいはい、なんか性格分析。うん、そうですね、まあ、高津さんは、まあ、もちろんピッチャーの出身で、うん、本人が中継ぎの、ね、エースとかクローズとかやってたんで、ピッチャーの使い方に関してはもちろんあのピッチングコーチとかやってたからいろいろこう自分の中のプランがあると思うんですよね。だから意外とバッターの打順の方ですよね、それがどう機能するかってちょっと思うんですけど、ピッチャー交代とかあのすごいタイミングとかもいいと思いますよ、ね。ただ打線のってまたちょっと難しいじゃないですか。だからその辺うまくでもあのニアで、はい、っていう、はいはい、まあヘッドコーチを置いたじゃない。そうですね。だからそこの相性とかさ、うん、やっぱりいろいろあるじゃない。そうですね。ただ高津さんはあのアルビリックスって新潟の監督もやってたし、うん、あと2軍の監督もやってたんで、うん、おそらく自分のプランあると思うんですよ、うん、打順とかやっぱりずっとやってるから、うん、だからその部分で皆さんが思ってるよりはちょっと心配はないかもしれないです。やり手だと。やり手がいっぱい考えてます。まあコーチ歴も長いからね。そうですね。だからそういう面では本当に新規に監督をやるということではなくて、うん、そうですね。経験は ありますよ。生きてくる。いろいろやってますからね。はい、ただ打順はやっぱり、ね、攻撃的な2番バッターみたいな僕イメージですよね。高津監督は。バントはしない。まあ全くしないわけじゃないですけど、序盤はもう打って打ってっていうイメージです。感覚的には。2番に。山田を入れたりとか、まあ、青木とか、まあ、もちろん青木を入れて入るんですけど、っていう風になっていくのかなと思いますけどね。あとはそうですね、うん、意外とこう切り替えがない。ファームは誰になった。ファームは池山さんです。そこのコミュニケーションっていうのは取れ、やっぱりこう上と下のさ、はい、やっぱこう大事ですよね。大事でしょ、つながりっていうのは。まあでも大丈夫じゃないですか、そこは。まあ、ずっとルーティッシュになってきてるから、お互い分かってると思うし。そうだな、これテレビ的な話になるなよ。いやいや、テレビ的じゃなくていいよ、全然。いや、もうこれはね。なんで？え？隠さなくていい。いや、隠しますよ、そんなの。いや、どうなんのかなと思って。いや、でも分かんないから、そう。でも実際、何か知ってるんですか？いや、じゃなくて、実際始まってみないと分かんないじゃないですか。はい。うん、こう、どうなっていくかなってね。だからどういうコンディションになっていくのか。でもさ、1年目に優勝できたじゃない。はいはい。でも、正直な話、はいはい、1年目優勝できるなんて思ってきてないでしょ。思ってないですね。あの時のヤクルトを考えると、はい、思ってないですね。でもできたわけじゃん、はいはいはい、で何が良かったの。まあ打つ方は前の年も3割バッターが 3,4 人ぐらいいたりして得点力あったんで点差を取れると思ったんですけど、ピッチャーですよね。だから今の状況とそんなに変わらないってことですよ ね、はい、まあバレンティ抜けたか。いやバレンティはでも2015年ほとんどいなかったんで、はい、
でもやっぱりピッチャーですよ、野球は。そうそう、ただあの時の打線に比べると今の打線の方がちょっと落ちるかもしれないです、ね、ピッチャーは。ピッチャーは僕はこの前よりはいいと思います、あのその時よりは、うん、後ろもある程度、まあ、後ろは試合とか頑張ればいいと思うんで、そうですね、でピッチャー次第ですね。ピッチャー次第、ピッチャー次第、まあ言えばピッチャー次第だよね、どこもそうだけど、はい、あとはまあ高津さんが日本の監督やってたんで、年間例えば50試合、70試合ピッチャー使わなくても30試合ぐらいでうまく回せるピッチャーがいっぱいいればなんとかなるじゃないです か、 だかその辺はこうずっと見てた選手、あの監督だから、うん、選手のその気量とか分かるのかなとは思うんですけど、その使い方ですよね。今のところでヤクルト何位に予想する、はい、ヤクルトですか。ないね、やっぱり3位ぐらいじゃないですか。もう忖度あるんだ、仕事しづらくなりますよ。いろいろありますもんね。いやいや、でもね、今年、去年か、これ去年でしょ、うん、去年はジャイアンツ、正直、豊さんも多分優勝予想したんですけど、ダントツで勝つようなイメージはなかったでしょ。まあまあ強い、でもまあまあ強いと思うんだよね。僕は去年優勝したんですけど、そんなに飛び抜けた戦力じゃなかったと思うんですよ、うん、ジャイアンツの。で広島 DeNA でしょ、うん、だからそんなにいけてないじゃないですか、阪神とかも。だから僕は戦力がそんなに抜けてるチームは来年も今年もないと思うんで、そうなるとヤクルトも全然チャンスがあると思う。まあ、確かに、まあ、怪我しないことだよね、まず ね、 そうですね。だから全然あるんじゃないですか。今年でも、それ、後ろのピッチャーが軒並み怪我していったから、そうですね。つらかっただろうな、はい。まあ、先発が早めに崩れたんで、中継ぎがどんどんね、こうしわ寄せというか、登板型になって。ちょっとね、あの潰れたっていうか、怪我してきましたけど、うん、いいんじゃないですか、戦力結構あると思うんですよ。そうそう、はい、じゃあミキは、ミキはミキってさ、はい、ほとんどやっぱ影の人だった、はいはいはい、まあ、高津だったらその抑えの、はいはい、まあ、タイトル取ったとかさ、はいはい、まあ、いろいろあったし、はい、だから花々しい活躍をしてないからさ、そうですね、やっぱ世間の人ってあんまり分かってないと思うよ、ミキが。まあ現役の成績からするとそんな数字出してないですけど、うん、でも僕思うんですけど、こうずっとこうコーチになってて、指導者ってやっぱそれだけじゃないじゃないですか。もちろんだから、そういう選手の方が意外とこう選手目線で見れたりするんですよ。自分ができてた人ってもうなんかやって当たり前になるから、うん、なんでできないんだろうって入るじゃないですか、うん、じゃなくてできない人のこう気持ちを理解して、うん、そこにアプローチができるコーチっていうのはやっぱり必要になったと思うんですよ、ね、うん、でそれはもうミキはその部分は非常にこう選手によって選手目線でね、あの物事を考えれるんで、うん、僕はいいと思いますけど。でも監督だよ、はい、あとはね、あの戦術とかは、うん、僕は相当持ってると思いますよ。おー、そう、はい、それはどっから勉強したの。マナガ監督から勉強した。いや、僕もミキにはすごい勉強、ミキと一緒に勉強になったし、そのいろんな、まあちょっとした例えば内野の前進守備一つにしたって、うん、いろんなことがあるじゃないですか、うん、例えば、まあ、例えばショート前にしてセカンドちょっと下げると か、 とかもう完全に前にするのかとか、うん、まあ、あとはランナー三塁をゴロゴにしたって、うん、1球目ゴロゴでバーンってランナーがスタート切ったら、うん、次内野手は前進だなと思って一歩前に出たりするじゃないですか、うん、2球目行かなかった、うん、3球目まで行ってみたいな、そういうこう、うん、ちょっとした駆け引きも含めて、あの今はちょっとした細かい話ですけど、ああそういう部分が全部 の、 そのジャンルに対してみんな持ってます。で僕は相当優秀だと思います。まあ例えば、はい、まあ、ヘッドコーチで横に置いてたわけで、はいはいはい、印象的なシーンって何か覚えてる。そうですね、いや冷静ですよ。冷静、常に冷静。まあ、ああいう時結構監督がテンパったりするケース多いじゃないですか、うん、中さんもテンパったりしよう。中さんもテンパるやっぱりさ、バタバタいろんなことを考えるからね。で、監督がやっぱテンパるっていうか、まあちょっとこうそわそわそわっていうか、はい、どうしようかなってなったりする時にやっぱヘッドコーチが冷静だったら、うん、まあなんとなくうまくいくじゃないですか。これお互いテンパってたらもう選手も伝わるし、はい、っていうところの部分では非常に落ち着いてますよ。だからじゃあ監督自体はミキの言うことはすんなり飲み込めたっていう。そうそう、まあ、だからもちろんその提案と僕はそれはしない場合もあるし、まあそれは決定権の監督だからね、はい、その代わり、完全否定というか絶対なしになってしまうと、もう次は意見が僕も出てもらえると思うから、それはもうお互いこう言い合いというか、うん、コミュニケーションを取りながら
多分僕遠慮してたことはないと思うんですよね。全部ちゃんと、まあ、遠慮してたは不思議はない、はい、また遠慮させるような監督じゃなかったですね。そうですね、そこはさせないでした、ね、全部言ってこいっていうの感じだったからね、はいはいはい、だからうまくいったと思うんで、ただあとやっぱりマスコミもそうだけど、選手もそのミキっていう監督に対してまだまだそこまで浸透してないじゃないですか。で選手も今度、まあ、去年2軍のね、楽天の監督やってましたけど、選手が、ミキをまず認めるじゃないですか。ミキ監督認めて、あ、この監督だったらいけるなっていうふうに思わせるのがもうミキの作戦じゃないですか。そこをどこまで早めにできるかって、そうだよな、信頼関係構築してないとな。あんまりその戦術がかけすぎてて選手がついてこれない場合もありますから、だからそこでそのうまく、まあ、彼は言葉も持ってるんで伝え方も上手だから、だからうまくコーチとかヘッドコーチとかも使いながら、そのミキの考える野球が浸透すれば相当強いと思うんですよ。ああそう、いやでもね、選手って意外と成績で 見がちなんだよね、実績で。そうですね、監督を特にレギュラークラスの選手とかってバッティング教えたりとかすると、いやいや俺の打ってたじゃない、そうだな、ちょっとイメージは確かにあることはあるんですよ。ただねミキの場合は細かい技術的なことよりも、プロ野球としてのこう全体的な戦術とかプランとかいうことに対しても、ネタを持っていたら話せるので、そこからちょっと新選手の信頼を勝ち取れるかなという気がしますよね。で、あ、これだけの人だったらちょっと聞いてみようかなってなってくると思うので、キャンプの時のプレゼンが大事だな。そうですね、選手への、うん、最初の第一投というかさ、どうやって掴んでいくかっていうのは、そこも 見ものだね。いや、上手ですよ、はい、ちゃんとそういうふうに伝わりやすいような話し方もできるし、僕はなんか今までプロ野球の監督、まあ、去年の平石監督もね、そうですけど、実績重視だったところがあるけど、やっぱりある程度そういう、でもそういう人の方が勉強してるから、まあ確かに先生できた人たちは、まあ、僕みたいに先生できた人はそんなに考えないんで、そこ突っ込みどころだから突っ込んでいいんだよ。何言うの、おいって殴っても言うぐらいだから今の言葉は、ね、でもやっぱ苦労人だからこ そ、ね、何かこう伝わる、はい、得られるものも、ね、だから今長く日本ハムの監督やってる栗山が、はいはい、そう、栗山さんもね、そうですもんね、なる前に、いや板さん僕実績ないんですよって、いやだけど実績で野球やってるわけじゃない、うん、監督なんて、はい、それはあんまり関係なく気にしないんでいいんじゃないかな。だからあいつもすごく言葉を大事にするよね。そうですね、はい、だから言葉をちゃんと喋れたりだとか大切にする人、そういう人はいいよね、うん、監督としてね、はい、あと厳しさもありますからね、彼は。そう、はい、厳しさもあるから、うーん、では評価高いね。いや僕は今まで一緒に野球やってきた中で彼が一番優秀だと思います。なるほどね、じゃあ楽天は、ね、選手じゃなくてその指導能力っていうか、僕らもやっぱ聞いてて納得することばっかりだったんですよ。野村さんのミーティング聞いてるような気分でした。ああそう、うん、じゃあ楽天は相当上いきそう。そうですね、まあまあね、監督の力だけじゃないですけども、まあ、補強もうまくいったし、ね、そうですね、選手も揃ってるんで僕は結構勝負になると思いますよ。なるほど、はい、笹岡は何か、笹岡さんは、いや、そう接点ないですね、はい、じゃあ接点持たれた時に話を聞きます。そうしましょう、はい。